安倍監督、大絶賛。巨人が完封勝ちで連敗を2で止めた。山崎がチーム初の先発完封で3勝目を飾った。先発の山崎は序盤から粘りの投球でナインを鼓舞。6回、ワンアウト1、2塁のピンチを背負ったが、4番細川を空振り三振に切ると、続く中田もショートフライに抑えて脱した。安倍監督も右腕の力投を絶賛。それにつきます。最後振り絞って頑張ってくれた。素晴らしい完封だったと絶賛。投球内容を振り返り、バロメーターのフォークが今日は良かった。まだいけるなと思って最後まで行かせました。広いし、気持ち楽に投げられたんじゃないかなどと頷いた。たまには打撃コーチのことも言及してください。戸郷も見習ってくれ。片や戸郷についての安倍コメント。だらしないから変えた。戸郷がだらしないから山崎頼むよ。戸郷さんがピリッとしないので、山崎さんの完封。久しぶりにすごいものを見せてもらった。もう素晴らしいピッチングだったというしかない。それにしても岡本の不調は心配だ。山崎が完封してくれたおかげで中継ぎが休めたのが大きい。岡本、あんな情けないことして大ブーイングだった山川のずぶとい精神を見習え、結果を出してるじゃないか。昔の先発ピッチャーは120球前後は投げてたよ。どんどん完投してくれ。戸郷よりも安定、菅野よりも投げ切ってくれる。安倍晋之助が褒めるのはグラビアアイドルの子だけだと思ってたのに、ちょっとショックだな。2点以内で勝たなくてはいけない投手陣がかわいそう。ナイスピッチング。しかし打線は相変わらずですね。完封してくれれば1点で十分なんだよね。しばらくこんな試合が続きそうだ。投手陣にもう少し楽をさせてやってほしいよ。